代わって STD ラジオ道路交通情報です。一般道路です。この時間国道に新たな通行止めはありません。高速道路高規格道路です。工事のため通行止めとなっている区間があります。帯広広尾道、帯広ジャンクションと帯広川西インターの間上下線はこの後午前6時までの予定で通行止めとなっています。道央道、札村道、知別道、道東道に通行止めはありません。路面凍結のため道央道は広い範囲で最高速度が50キロ、札村道と知別道は全線で最高速度が50キロ、道東道は向川保別インターと十勝清水インターの間が最高速度が50キロ規制となっています。峠です。道内の主な峠は雪で路面は圧雪またはアイスバーンになっています。 JR は現在遅れに関する情報はありません。次の天気道路交通情報は6時26分ごろお送りします。時刻は5時58分です。サムライトマトさんからいただきました。道北市別マイナス3度、三日月が見えています。雪は天気予報で15センチほど降るとのことでしたが、サラサラの雪が3センチほどで雪跳ね楽でした。思ったほどじゃなかったということですね。さて今週末から年末年始の準備を始めようかなと思っています。皆さんもそろそろでしょうかというふうにいただきました。まあそろそろかとは自分分かれてるんですけどねえ、クリスマスツリーまだそれはまだ出してないですよね。室蘭のフリーマンさんです。長井さん、あやさん、おはようございます。おはようございます。昨夜からの強風がまだ続いていて、少し窓を開けたらビシッとした冷たい風を感じました。だって室蘭昨日は最低気温でも2桁だったんですよ。それが一気に冷え込んでますから、そうですね、それは寒く感じますよね。乾燥肌の私の手はもうすでに指先や手の甲まで赤切れになって痛いです。お二人は大丈夫ですか？私あの顔の皮膚が多いんですよ。感心する話なんこれが乾燥しますね。そうですか。今あのクリーム塗ってますよ。うん、そうですね、必要ですよね。これでも肌肌になるもんね。ちなみに大丈夫ですか、小林さん。もうこまめにやってますもん。私クリームとオイル塗っていろいろ。もう手が大変ですよ、ね、この時期ね。冷たい水ね、触ることも増えてくるでしょうしね。皆さんもどうぞお体大切にお過ごしください。この後も朝耳お付き合いください。札幌時計台の鐘が午前6時をお知らせします。鐘が午前6時をお知らせしました。